ビールは空っぽ。とっ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 と。ありがとうございます、本当に。今日は何か辛いことがあったの？いや、もう今日大変だったんすよ。会社で。会社で？ちょっと横領したのがバレちゃった。それは痛い。バレないようにしなきゃ、横領は。あなたの会社のコンプライアンスはどうなってるの？みんなからさ、飲み会するってさ、集めたさ、お金をさ、1万円、まさかそれで会社にクレームになると思わなくてさ。あ、でもそれは違うわね。会社のお金を横領したわけじゃない。飲み会のお金を横領したのよね。でも、会社のお金を操作してやるんだったら横領になるけど、みんなから集めたお金を使っちゃったのは詐欺じゃないの？ただの。あ、そういうこと？違うの？横領なの？それって。横領なのかな？それちゃんと調べてもらわないと困る。でも、それでクビになっちゃった。それ、告訴してもいいんじゃない？この立場で告訴。それできるのかな？わかんない。ごめんね。私も勉強不足で、美味しいおつまみなら知ってるんだけど、横領に関してはわからない。トン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 。あ、いらっしゃいませ。小料理屋。小料理屋も合わせて。いや、他人行儀の話し方だから、女房じゃないかなって。小料理屋も合わせて。あ、そういうこと。うん。ありがとうございます。いらっしゃいませ。あら、お久しぶりね。最近ご無沙汰だったじゃない。ほんと、久しぶり。会社が忙しくてさ。こちらの方、ちょっと横領で今日クビになったみたいよ。また冗談を。ほんとだって。まあまあ。あらあら、これは言っちゃいけないことだったのかしら。マルペケ商事。マルペケ、今話題の。あらあら、問題になってるのかしら。他にもいろいろあって。社長の不倫相手をね、週刊誌に売ったんで。まあ、勇者。やめよう。あ、小料理屋もできるんですね。そう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 。割烹着的な。あ、そういうこと。私の中ではずっと割烹着だったの。着物で。ストーブの上に、大根の煮物が乗ってるパターン。ああ、なるほど。言葉。ダルマストーブよ。あ、ダルマストーブ。弁当が温められるようなね。アルミの。あれですよね、ちょいちょい、あの年代の話しますけど、結構あの年はいってらっしゃる感じですもんね。うん、古き良き時代を忘れちゃったのか、この子は。それで魚なんだって言ってるんだ。いや、魚は今私の中でトレンドなんだよ。トレンディーです。日本語で喋れ。私の中の流行です。うん、流行にばっかり目をくれてなんて、地に足をつけて生きろ。全くだよね、はい、地に足つけるって何なんだろう。お前じゃない生き方？やっぱちゃんとした職について。いやー、今の時代職は関係ないね。考え方ってことですかね。うん、そうだよね。うん、はい、自分のに見合った設計を立てて、うん、自分に見合った収入を想像できれば大丈夫じゃない？うん、もう想像できてるならいいんじゃない？うん、うん、じゃあ胸を張って切ればいいんじゃない？一人で。え？ん？おかみ何？あのさ、うちの女房がさ、最近冷たいんだよ、うん、あらあら、あなたが冷たくしてるんじゃないの？もう違う違う、ことあるごとにさ、うん、もうすぐ離婚離婚って言うんだよ。そんなものはね、ダイヤの指輪を送れば一コロよ。簡単な話じゃない。生活費を二度上げてみるのはどう？ あれ 今月渡してなかったよね的な感じで、これ持ってけっつって。そう、生活費だよって。2回、5日と10日、15日にもう一回渡しに15日に渡した時は心配されると思う。あのさ、病院行った方がいいんじゃないの？3回目よって。2回目までは黙ってもらっとこうね。何それ。分かる、夫婦不仲な理由。きっとダイヤの指輪を送ってないからだよ。ダイヤ食えねえけど、なんか食えるもののがいいけど、 あるいは飲めるもののがいいけど、まあ、そうだよね。やっぱダイヤの指輪送ってないからうまくいかないんだよ。ごめん、知ってます。そうね、だって考えてもらんなさい、うん、亭主が好きなことをやっている、うん、女房は外に働きに出てる、うん、帰ってきて亭主は好きなことをやってる、あるいは酒を飲んでいる、はい、あるいは弁当を洗ってない、あるいは靴下が脱ぎっぱなし。怒るわよね。私にはわかる。まるで千里眼ですね。そうね、私の亭主もそういう感じなの。あ、本当、うん、あ、じゃあごめんなさい、亭主がいることは内緒だったわ。私はもう未亡人。ここのお客様がみんな旦那様。ごめんなさい、昔の旦那がそういう人だったの。死んだ旦那が。だからわかる。そうなんだ。うん、わかる。ママ、今日俺プレゼントがあるんだ。私にじゃなくて、私と奥さんに渡しなさい。私と奥さんダブルかよ。ダメでしょ、私だけに渡しちゃ。よりを戻したいのよね。もうママ一筋でいく。だったら離婚してきてください。
ス最低か。何の話何の話本当聞きたいよこっちが何この寸劇を長く続けて長いよ長すぎるよ長い寸劇だよやべ寸劇レベルが低いよ低いね低いよ低いね、うん、こういうキャラじゃないんだけどねあれどういうキャラでしたっけどういうキャラなんだろうね架空のキャラかも今日はあの、うん、1回目からもずっとコメントいただいている、はい、ニーニーさんっていう、はいはい、もう私の中でもレジェンドなんですけど、うん、でそれをね、うん、毎回考えてコメントいただいてる方がいて、うん、あらでモージャさん、うん、ファンらしくてあらの、はい、こんななのにごめんなさいで頭の飾り何でしたっけみかん あ、みかん、うん、あれみかんじゃなくてブドウのがいいんじゃないっていうあ素敵ねさすがだわで探したんですよなかったのブドウないのない残念ながらウサ耳とかさはい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 なんか可愛いとんがり帽子とかさ、うんうん、あとカチューシャとか、うん、その頭にかぶるのいっぱいある中で、うん、選んだのがみかんだったんですよ最低ねかぶってるとはいえ私がでもう一個あったんですよ、はい、バスケットボールがへえ。バスケットボールを常に頭の上に乗っけてるっていうバスケットマンですからって言えばいいの私はバスケットマンですからってまあだから逆的にはぶつけられたんですか、うん、みたいなあー後頭部から、うん、いえ違います乗してるんですみたいなそういうキャラじゃないバスケットは好きですかって言えばいいのこっち春子キャラおこがましいあ間違えたバスケットボールは好きですかなんか青春が始まりそうだねこの年からね、うん、バスケットボールは好きですかやってないからサトミカンは好きですか嫌いですえあなたは腐ったみかんを排除する人なんですか？深いなそれ。手は差し伸べないんですか？あ、いや当然あれです。腐ったみかんはどっかに行けという人なんですか？いえ違います。シェカラシカ。見てない。事故で。当たり屋ですか？今回は終わりたいと思います。というわけで朝日ともじゃでございました。もじゃこさんの方がいいかな。こうつけとか可愛いよね。もじゃ名前変えようよ。じゃあちょっとダイヤお願いします。はるこさん？はるこ。はるこでいいの？うん、違うもうダメ。